ナミとほのぼのの群馬県宇都宮市全身晴れてみー。さあ第21回となる今回は宇都宮駅下仁田。そうそう、下仁田といえばまずはネギとこんにゃく。ということでまずはどれ。ネギ棒です。うちはヤクッチー。でもモルちゃんこれひっくり返ってるから。ほんとだ。ちょっと戻る戻る。どうすか。せーの、よいしょしみしみ玉こんにゃく。温めてすぐ食べられる。このままでもいいんじゃない。あ、そのままでもって書いてある。もう美味しいよ絶対。あらあらネギ。あらどうかしら、うん、下仁田ネギカレー。長州豚もも塩群馬県だね。絶対美味しいよ。ネギしょうつゆ。どういうネギの味がする。あれ辛いの。気になる方ご賞味あれ。あ、何あ、こんなところにネギせんべい。あ、1位総合グランプリでしょ。おー、ネギとエビだ。最高のコラボじゃないか。絶対美味しいじゃん。下仁田といえば甲津牧場。甲津牧場すごい揃ってる。ほいじゃ、ここからフードコート。ネギ好きにはたまらない。ネギの唐揚げ食べたことある？ないよね。ネギってあげるもん。田楽とか、しみこんにゃくとかっていう。下仁田ならでは。悩むな。悩むね。うん。いや、全部いくよ。スコンプ。全部。ほら、ほら、見て、これメンチ。ほらちゃん、コロッケ。いただきまーす。あ、ホクホク。しっとりさっくり。うん。おいしい。ネギのね、風味がね、ふわってくる。メンチも。うん。ネギが効いてる。お肉がいっぱい入ってて、ネギちょっと見えないかもしれないけどね、しっかり味があるね。ネギの唐揚げ。下仁田ネギをしかも。乾杯。乾杯。おい、贅沢。甘い。外はサクサクで、中はトロトロトロ。唐揚げで食べられるなんて最高だね。最高。おぉ、プルプルじゃん、プルプル。どう？美味しい。あ、美味しい。玉こんにゃくも、いこうかな。すっごい弾力。あれ、しみしみ。プルプルだね、プルプル。プル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 。ありがとうございます。よろしくお願いします。楽しんでます。ありがとうございます。ということで、早速、出題をいきますか。はい。それでは、クイズです。はい。はい、群馬県下仁田町といえば、もちろん、下仁田ネギでございます。はい。ただ、それをクイズにしてもつまらないので、はい。下仁田町の農産物で、常に人気がある下仁田ネギ以外の農産物をお答えください。はい。
じゃあ、いきます。はい。せーの、ゆー。わかんないです。あー、素晴らしいですね。素晴らしい。わかんないです。いいですね。潔くていいですね。いや、もちろんあのこんにゃくのお芋も、うちで大人気ではございますけども、どうよ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 、ヒントはですね、栽培方法が2種類あるものですね。まあ木から生えてたり、木から生えて、こういうポットからこう出てくる。はい。なるほど。あ、わかった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 。せーの、じゃん。あ。おお、素晴らしい。ちょっと大枠ですね。ボノボノさん、はい、まあ、これがこう両方なるぐらいですかね。おお、はい、何は？ああ、そうだ。めちゃくちゃ美味しいですよね。美味しいんです。ありがとうございます。まあ、先ほどのちょっとお話にありましたそのこんにゃくのお芋ですとか、はい、あのこんにゃくの製品ですね、うん、こちらももちろんあの売れ筋としてうちではあの自信を持って、はい、販売をしているんですけども、あの今回はあの下仁田町椎茸農家さん一生懸命作って美味しい椎茸、うちも取り揃えてますので今回椎茸に、させていただきました。本当そうね、考えすぎちゃう。めちゃめちゃ見ちゃった。じゃあぜひ駅長さんから皆さんにメッセージをお願いします。お願いします。はい、何を喋ったらいいのかよくわからないんですけども、下仁田町に、お越しになった際はぜひ道の駅に寄っていただいて、町全体で、皆様のことを、歓迎いたしますのでぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。もう道の駅の近くにはもうジオパークとかもういっぱいいっぱい観光名所もありますから、はい、ぜひぜひ一つとして道の駅下仁田にもお立ち寄りください。ありがとうございます。ということでクイズコーナーでした。以上だ。ありがとうございました。ありがとうございました。ポロちゃん美味しかったね。美味しかった。コロッケもホクホクで美味しかった。ネギとこんにゃくの商品もいっぱいあったから帰ってからも楽しみがいっぱいよ。やったやった。料理料理。ぜひ皆さんも道の駅下仁田お立ち寄りください。次回もお楽しみに。それではまた。